マジマシュマロ読んでいいですか。これね、ちょっと俺すげえ共感する部分があったから。兄貴 DVD にハマってから貧困崩壊にハマり、今では毎日のように動画や配信を見ています。初マシュマロなんですが、 SE や PM のご経験がある兄貴に最近感じる仕事の不安について聞いてもらいたいと思って送らせていただきます。私は大企業に新卒で入社し、3年目の自称エンジニアです。いわゆるアーキテクトというやつで、会社の掲げる構想に合わせながら、これから主力事業のアーキテクチャを設計するチームで働いています。最近感じている不安は、このままアーキテクトとして時間を使っていいのかということです。アーキテクトというとシステム設計のイメージを持たれることが多いですが、私の参加するプロジェクトはかなり大規模な構想のため、コンセプトレベルから認識合わせをする必要があり、ほぼ調整の連続でドラフトという名のお絵かきをしては大量にいるステークホルダーにレビュー、修正という仕事をしています。最近になってこの経験が自分の成長につながるとは思えず、モチベーションの維持が難しくなってきました。将来的にはプロダクトマネージャーをやりたいので、決して無駄な経験にはならないと思っているものの、若手の時期はこのような業務をこなすよりも実際の現場で開発や運用の経験をした方が将来的に良いのではないかと感じてしまいます。現場に近い業務をしたいという思いから独学でいろいろ勉強したりしていますが、本業についてもジョブチェンジを考えたりした方がいいのかなと悩みに悩んでいます。もしフルコンさんが同じ状況になったらどうしますか。何かアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします、ということでですね、まあなんだろうな、噛み砕くと、この人が経験していることっていうのは IT 業界でいうとすごい上流工程のやつなんですよね。ステークホルダーっていうのは、なんかその案件に関係する重要な人々全般みたいな、ちょっともわっとした言葉なんですけど、まあお客さんがいて、お客さんが何やりたいのかを聞き出して、あ、全体を設計する、で SE に伝える、で設計したものの、このパーツはあなたが作ってね、このパーツはあなたが作ってね、このパーツはあなたが作ってねっていう風に知らせて、で、PM と呼ばれる人たちがこうそれまとめ上げてってやるんだけど、そのお客さんと一番近いところを多分やってるんですけど、そこ上流工程という場所なんですよね。まあ、普通は逆ではある、確かに普通は下流工程と呼ばれるところ、降りてきたものに対してパーツを作る、開発して、で開発したものをその後ずっと使っていくわけじゃないですか。5年とか3年とか5年とか使っていくところのサポートをする人、運用から始まって上流工程に上っていく方が多いんですけれども、まあ、最初から上流っていうのは割と珍しいような気がしますね。でも大企業だといきなり上流からっていうことあるよね。でまずはとりあえずはね、会社の上司もしくは人事もしくは両方に相談するのがいいですよ。俺も全く同じ。俺はまずプロダクトから入って、まあいわゆる開発かな、開発およびそれをもの単体のものを売るプリセールスっていうところから入って、んで、まあ、上流工程の方に移って、うん、んでまさにあなたがやってたような仕事を、5年目ぐらいからずっとやってて、でも俺もまさにプロダクトマネージャー、新しいプロダクトを開発して売る作るっていうところがやりたかったので、上司および人事に相談して、でそっちのキャリアプランで考えさせてくださいっていう風に相談して、そっちの部署に移らせてくださいって言ってたんだけれども、うちの会社は、うちの僕のいた会社はやっぱりステークホルダーとの調整する人、一番やっぱ祝いたい部分だったりもするので、人が少ないんですよね。なんで、まあそうだねって言われながら、結局はなかなか移れなかったんですよね。それで僕体壊したりもしたので。で体壊して初めてちょっとプロダクトの方に移れたっていうのもあるから、まあ、一回は相談してみて、で移らせてくれそうな雰囲気があるのかっていうのは聞いた方がいいんですけど、望みがなさそうであれば正直会社は移るしかないかもしれないですね。だから転職活動、いつも言ってますけど、まあ、転職活動は一度してみましょうだと思います。で割と転職活動までして、ほんまにこいつ会社辞めそうやなって思ったら、割と真剣に相談したら、会社側もさ、3年育てた新卒抜けてほしくないからさマジで相談したら割と聞いてくれると思うねんけどな。しかも3年目とかね、めちゃくちゃ大事やから。3年間育ててこれからっていう社員やからね、結構ね
会社的には話したくないと思いますよ。はい。なんでね、割と真剣にマジで辞めますぐらいの勢いで相談したら、相談聞いてくれるような気がするけどな。上流やってる3年目抜けてほしくないでしょ。うん。ね。うん、絶対抜けてほしくない。もう俺が上司やったとしたらね。いや、それ、そんな辞められる。辞めちゃうぐらいやったやっぱ。いや、ほんまは上流やっててほしいけど、人足りひんし、この部署絶対人足りひんし。うん、やけど、辞めるとかまで言われてもったら、しゃあない。プロダクト部門と相談しようってなるよ。うん、その葛藤ね。なるなるなる、絶対。でも、とりあえずあなたのやっている経験は、ほんまに、一番経験できないことやから、開発の部分とかってさ、独学でもできる部分もあるじゃないですか。結局、プログラミング言語の作りとか、うん、どういうふうにゲームの開発、ゲームじゃないけど、プロダクトの開発とかっていうのは、まあ、ある程度独学でも勉強できる部分はあるけど、ステークホルダーとの調整とか、社内の調整とか、その辺の人関連の調整は、経験って絶対に会社じゃないとできひんからね。一番経験できないことやってるので、全く無駄はなくて、むしろ会社に所属するにあたって、今後の糧になる一番いい経験ができてるとは思いますので、マジで無駄ではない。すごいいい経験ができてると思います。これも何回か言ったと思うんですけど、PM になって、5年目ぐらいからその上流工程やるようになって、でそういう実績がないと取れない資格取ってからもう、明らかに求人の値段が、年収200万ぐらい平均が上がったんで、すごいいい経験だと思いますんで。だけどまあ3年経験したんであればね、本当にやりたいことをこのタイミングで相談するっていうのはいい時期でもあると思いますんで、ぜひ社内に相談してみてください。はい。でマジで年収は PM できますっつったらマジで年収上がるよ。私の部下なら目いっぱい引き止めます。おてか SE の上司に当たる人マジで多そうやな。うちの配信は年齢層高いからね。やっぱPM の方が高いのは、お客さんと直接交渉していろいろ決める人やから、目に見えてそのお金を持ってきてる感があるから、会社的にもこの人が重要っていう風に見えやすいのもあるけど、単純にやっぱ人との交流をし続けて経験を積まなきゃいけないから、個人で勉強できないんよな。だから人少ないんよな。どっかの会社で、なんか実際何件もやってしか経験が積めない役職やからこそやれる人が少ないよね。だからまあ必然的に給料は上がるよね。全然給料帯がちゃいますね。正直もちろん全職種必要な職業ではあるんやけど、やっぱ給料的には高い分野ですね。 PM アーキテクト PM で、その一番上がコンサルやね。コンサルだと PM のさらに倍から3倍なるね。うん、すごいよな。だもうほんまにバシッと値段で言うと、 PM だったらその700、800、1000万とかの年収がある中で、コンサルだったら普通に1500万、2000万とかいう年収のラインで求人が飛んでくる。具体的値段で言うけど、うん、普通の SE だったらまあやっぱ400、500、600とかなんじゃないんかな、まあ、というわけでちょっと真面目なやつも、まあ、だから結論としては上司に聞いてみてくださいにはなるけど、上司に聞いてダメそうだったらちょっと本気で辞める覚悟で転職活動してでいいと思いますね。ただあなたの経験はめちゃめちゃいい経験してます。一番人は足りてなさそうなとこだと思います。どこの部門もずっと人足りてないねんけど、やっぱなんかPM の人たちって普通に心やられて急にいなくなったりするからさ。そう、急に人が足りなくなったりするんですよ。マジでいなくなるからね。一番いなくなるからね。やっぱ自分の経験値的には PM が一番急にいなくなる。失踪する、マジで。開発者の人とかも疲れて急に休んだりとかっていうのはあるけど、突然中長期の強化に入るのはやっぱ PM やな。やっぱ PM だよ。っていうかまあ俺も入ったしね、実際。まあ俺は一案件一応山越えてある程度終わったところでドゥンってなったけど、プロジェクトのめちゃくちゃ途中で吹っ飛ぶ人も全然いるからな。そうなんだよ。